ということで、本日はですね、かまととブルーナこと、ルーナちんにね、今日遊びに来てもらったので、ちょっと自己紹介をね、お願いいたします。ルーナわからないのら、かまととブルーナって何なのら。わかってんだよな。今日はそのね、化けの皮をね、あの剥がしていきますので、よろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いしますな。愛でいいの？剥がされる気満々でいいの？わからない、もうすでに何を言ってるかわからないのな。普通に今日はお絵かき心理テストで、松似た先輩と楽しく遊ぶのら。ルーナ、わかってんだよな、絶対。え？ということで、早速ね、このお絵かき心理テスト、やったことある？ないのら、初めてなのら。お絵かき心理テストはですね、なんか、ルーナが考えてることが全部筒抜けになるんですよ。バレてしまうなら？そうだよ、だからルーナが本当に純粋だったら、純粋な答えが出るはずなんだよ。お、なるほど。じゃあもう純粋ってことが分かってしまうなのだね、これで。ルーナが。どうかな、どうかな。ルーナ分からないことばかりなのだ。松井田先輩教えてほしいのだよ。じゃあルーナのチャンネルで次コラボしたら教えてあげますね。え、なんで勝手なの？松井田先輩のチャンネルで大丈夫なのだよ。なんでルーナのチャンネルでやるのだ。これ意味わからないのな。はい、ということで早速スタートいきますか。どんどんいっちゃいましょう。花丸を描いてみてということで、花丸を、花丸、おう、簡単なの。花丸描けますか、ルーナ。なんか絵得意なの、そもそも。ルーナの絵は絶望的なのな。絶望的なの、苦手なの。絶望、絵描けないのな。そうなんだ。じゃあ画伯をちょっと見せてもらって。あ、全然いけるのな。はい、花丸描いていきましょう。松里先輩は描けるの？祭りはそこそこ、まあ、普通くらい。ど下手でもないし、上手くもない。あー、中途半端なやつなのね。ルーナの花丸かわいいな。ほい、はい、上手に描けました。じゃあ回答するをしましょう。回答する、回答する、こっち、これで OK。 あなた、うん、OK、 OK、 はい、あなたは丸々かを思う。結果を見る、ドン。結果を見る。花びらが多ければ多いほど心がおっさん、おばさんです。ルーナ多くね？めちゃくちゃいっぱい見てた。ババアじゃん、ルーナ。ババアになったのな。おかしいなの。0歳だけどババアなのな。ババアじゃん、ルーナ。1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚あるなの。まつり1,2,3,4,5,6 枚だから。3枚も多いのな。ルーナ、ルーナ、ババア説出ちゃったよ。あ、まずいなら、それはまずいなら、どんなわからないなら。え、でも、年齢何歳だっけ？ 0 歳？ 0 歳？ 0 歳なのら。なるほどね。うん。これで9歳ってバレてしまったの。バレてしまったとか言うの？ちゃんと貫き通せ、そこは。まずいなら、9歳説が。設定とか言うな。次行きますよ、次へ。はい、次、はい、アフロを描いてみて。アフロ、アフロ、わわわ、頭、アフロ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 描けた。アフロ、はい。なんか乗ってね、それは。え、アフロ、後ろの方のこの辺、この辺なくない？この辺。え、アフロ、え、もっとこうなの？アフロでかいな。アフロでけえな。アフロ、オッケー、これなのね。はい、じゃあ回答する行きましょう。回答する、はい。あなたの丸々の濃さがわかります。結果を見る、ドン。丸々の濃さ、アフロがでかいほどあなたは毛深いです。ルーナ、これ毛深いなの、もしかして。ルーナ毛深いんだって。
ルーナ毛深かったな、なんかもじゃもじゃ、もしかしてもじゃもじゃ、ちょっともじゃもじゃ、あの腕上げてもらって脇見せてもらって、ルーナ通気嫌なのだけど、え、じゃあ下脱いでもらって、なんで下は抜くなら、ルーナツルツル、ルーナツルツルなの、ツルツルなのよ下もルーナ全髪の毛がチュルチュルなのだよ。あ、なるほどね、ひらめいたなるほどね、皆さんだってルーナはツルツルらしいですね。ルーナチュルチュルだよ、毛深いロリババアって言われてるよまつりね、全部あの永久脱毛してるからね、ツルツルだよ、パイパン一緒なのだじゃん一緒なのだ、何ルーナだけ毛深くするのだツルツルコンビでね、やっていきましょうね、これからも、うん、はい、そうだよ次いきましょう、はい、おい、あなたが思う2番目に甘いフルーツを書いて。2番目、2番目これかな、よいしょ、2番目、なんか変な、何それ、なっちゃったなねえやめてよ、松井のチャンネルでさ下ネタをさ、そうやってバナナ書いたのよ、正体表したね、バナナなのよこれは下手をか、下手っていうかこうなんかバナナのくっついてる部分を描いたの。なるほどね、どうやってこう バナナうまく描く、この辺なんかこう黒くて黒くてこう、え、バナナなの、バナナ、バナナ、バナナだね、あれ、うん、これバナナ、はい、おバナナっぽい、はいじゃあ行きましょう、結果、回答を、はい、どうしよう、あなたの初めての〇〇がわかります、結果を見る、ドン、あなたのファーストキスの味です、バーナーナーの味、どうだった、バナナの味してた、ルーナ注意したことないからわからないのだ、じゃあ祭りと会ったときしようね、バナナ食べておくわ、ちゃんとやめてほしいなバナナ味にしないでほしいなあ、まつりちゃん先輩は、まつりいちご味だ、いいじゃん、かわいいじゃん、なんかよくある、なんか甘酸っぱいみたいな、純粋な女子が描いてるやつなのね、そう、純粋な女子が描いてるやつだもん、だって純粋な女子だもんいちご味なんできっとしないのだよ、いちご食べさせるわ、じゃあ相手に、じゃあ、じゃあルーナがイチゴ食べて、まつりちゃん先輩がバナナ食べて、イチゴバナナにするのだいいね、美味しそうこれ美味しそうなの、美味しそう、テーテーじゃんパーンと待ってます、皆さんお願いしますイヤー、うん、じゃあ次行きましょう、はい、お祭りで買った食べ物、棒の先には何がついてる？棒の先には何がついてる？棒のもの、棒のもの。かけた。これ？うん。これかな。ルーナもかけたのだ。はい。じゃあ回答する。オッケー。はい。あなたがエッチに求めるものはこれ、結果を見る、はい、細長いもの、テクニック、太い、大きいもの、太いものって言ってる大きいもの、安心感、太いもの、刺激、その他、恥じらい、何言ってるんだよこの問題は、大きいものだからルーナは安心感が大事なんだね、優しくしてほしいタイプなの、ルーナ0歳なのだ、そんなのよくわからないのだ、いや安心感がやっぱ大事なんですかねルーナさんルーナさんどう思いますか、どう思いますか、そう、
まあ、安心感ある人はとってもねいいと思うのよ。うん、だってみんな そうなのだってみんな安心感を与えてからね、あのルーナとしてあげてください。お願いしますね。ちょっと待ってほしいのが、今の意味がわからないのに何なのさっき。いや、祭り大皿もっぽくない？その他で恥じらい。いや、女子だわ。いいね、かわいい。そう、そう。恥じらいを持ってね。なんか。なんかちょっと純粋女子っぽいな、さっきから。でしょ、やっぱバレちゃったかな。ルーナは今んとこあれだからね、毛深くて毛深いロリババアって、毛深いロリババアなのどういうことなのな。全然純粋からかけ離れてるのどういうことなのな。じゃあ次行きましょうね。次行きましょう。おい、はい、大好きな芸能人へのファンレターを書こう。何枚書いた？芸能人ファンレターを書こう。そんな1枚かな、ルーナは。あ、同じ。え？一緒？同じ。これは祭りもやしも。何でも書けないなのだよ。てか1枚にやっぱ気持ちを込めるっていうのが。いいよね、そうなのよ。と、そこに全てがこもっているのよ。わかる。じゃあ、回答しましょう。回答。手紙の枚数が多いほど結果を見る。あ、枚数が多いほど私服がダサいです。おしゃれコンビでーす。ちゃーん、ルーナおしゃれなのだよ。おしゃれだね。そうだよ、可愛いお洋服着てたのだよ。親に選んでもらったでしょ、その服。でもそんなわけないなら、ルーナがもうあの自分でこれがいいわって、ここからここまでみたいな感じで選んで着ていたのだよ。じゃ確認してきていいですか、あとツイッターの方でね。DM 送っとくわ。本当ですか？大丈夫なのだよ、もちろんなのよ、可愛いなのだよ。ああ、ほんとほんと。じゃあ大丈夫だと思いますね、うん、おしゃれだと思います、うん、今度お洋服買いに行こうね。全然いいなのだよ、一緒にショッピングするの。ちなみに好きなブランドは？好きなブランドは、あ、次行きますか。なんで飛ばしたのな。いや、あるのなんかふわふわしてるお洋服。あ、ブランド名を聞いておりますけども。ブランド名、ルーナいろんなとこで買うからな。次行こっか。ルーナわからないのだったね、今回はね。ルーナわからないのだな。はい、じゃあ次大丈夫かな。はい、泥棒を捕まえた、どうやって縛っとく？どうやって縛りプレイなのか。え、好きなの？あ、え、ルーナ縛りプレイが好きなの？そんなこと言ってないなら、縛るのは縛る。もうなんか負けにた先輩と言うと、なんか変なこと言っちゃうなら、なんかおかしくなるなら。本性が出てんだよ、それ。おらあ、暴かれているな。まずいな。縛る。ほ。あ、体だね。体を縛る。ほうなの。オッケー。じゃあ回答する。あなたが心配性かどうかわかります。結果を見るドン。はい。身動きが取れない縛り方をした人ほど心配性で空回ることを恐れています。ああ。心配性。まつりちゃん先輩、なんかそれやばいやつなのだよ。心配性だからさ、まつり。え、怖い。い怖くないのな。犯人のこと殺そうとしてるなら、それ。まつりわからないのな。だって首の紐上に引っかかってるのだよ。完全に歩きなのだよ。動けないようにするだけだ よ。普通に立ってる分には動けるのよね。だって手って縛ってないのよ、これ。
手だけね、足はでも縛ってる、足は。なんで手縛らないなら、これ完全にもがき苦しむところを楽しんでるやつなのら。やばいやつなのら。いやちょっとわからないのらね、次次行くのら、うん、やマジやつだったのら。はい、すっぱだかの時に好きな人と遭遇、あなたがとっさに隠した部分はどこ。塗りつぶせだって。隠した部分を塗りつぶしてね。え、それはもうそれは ここじゃあ、ここ見られたらまずいなの。毛深いところを隠すんだよルーナ。大丈夫、ルーナ毛深くないの。あ、ほんとほんと、チルチルなの。あー、そうそう、マトニチャ、マトニチャ先輩顔やばい、なんで。もうバレなければいいや、誰か分かんなければいいから。顔隠しとけば分からんよ、誰か。いいなら。あと見られてしまうなら。いやでも祭りだってバレないじゃん、顔隠しとけば。あ、なるほど、そう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 、そういうことなのね。じゃあ回答する、いきましょう。はい、はい、あなたの〇〇が分かります、結果を見る。〇〇、そこは好きな人に触ってほしい部分です。やっぱエッチなんだな、ルーナ。やり直したいなら、やり直せない、やり直せないよ。祭りは顔だね。うわー、ピュアだな祭り。顔触って、え、ちょっと待ってほしいな、これは言い訳ができないのな。できないね。もう言い訳できないね、それはね。うん、これは不可抗力なのな。顔くしょー、祭りの勝ち。なんか純粋アピがどんどん強くなってるのな。やっぱルーナはエッチなんだな、正体表したね。じゃあ次行きましょう。なんで、不祥、なんでかって言うと、それが本性なんだよルーナの。やめてほしいな。ハッと浮かんだ言葉を書いて。ハッと浮かんだ、え、お、うまっ、好き好き。うん、なんか女子みたいなこと書いてる。いや女子なんだって、馬より良くない。いや今馬って出てしまったのな。じゃあ回答する。はいはい、あなたの〇〇です、結果を見る。これはあなたの口癖です。馬。好き好き、いや好きは可愛いな、可愛いな、なんだ、なんか可愛いアピが、なんかにゃ、なんなのな、マトニチャ先輩。てかマジ姫の座降りた方がいいよる。変わろ、交換交換。なんでなのな。うまってこと、うまいってことなのな、うま、うま、あー美味しい、美味しいってこと、うま、あーなるほどね、そうそう、かわいい、うまいってこと、うま、あ、なるほどね。絶対そっちの馬じゃないやん。動物の方やん。違うよ、馬、馬、あ、馬ってゲームとかでも思うの。あ、この人馬って、ほら。あ、なるほどね。馬、声が可愛いからなんとかなってるね、それね。じゃあ次行きましょう。おー、勇者になったあなた、装備中の剣を書いてみて。おー、剣、剣書くのよ。しようかな。ルルルン、ルルルン、ルルルン。どんな感じがいいかな。無難に、無難に行こうかな。ブーブーブー。強そう。こんな感じになったのな。な、何それ。これファイヤーソードなの。あ、ファイヤーソードね。うん。強そうだね、強そう。いや、そうだって、まつりちゃん先輩の剣ちっちゃいのな。
やっぱね、あのちっちゃい方が小回りが効くかなって。まつりあんま重たいもの持つの苦手だから。あー、じゃあ槍とかちょっと長物にやられちゃうなのリスク。え、でも今ほら盾持った。いや、剣変えてって、なんて盾一人だけ装備するとずるいなんだけど、なにそれチートなのだけど、一人だけなんで剣って書いてあるのに、なに盾装備してるの。セット、セットみたいなとこあるかな。ずるいなんだけど。なんかルーナの剣臭そうって言われてるよ、コメントで。臭くないもん、ファイヤーだもん、これ。臭そうの。ファイヤー書いてあるのな。なじゃあ回答していきましょう。はい、あなたの〇〇の差がわかります。結果は CM の後で。ドン、剣が立派であるほど SNS とリアルの差が激しいです。おールーナーこれ、ね、これはあまり触れちゃいけない話かな。ちょっとねもしかしたら配信終わった途端ね、うん、あー疲れたマジで、あーってでっかいため息して終わってるかもしれないんでね。やばいだなー、そんなことないのだなー、ないのだね。まつりちゃん先輩、なんでそんなちっちゃく変えたのな。いや、まつりはあれだよ、あんま変わんないからじゃないかな。ルーナもそんな変わらないのな。そうか、そうだよね、ルーナはね。変わらないのね。次行こっか、次ね。あんま VTuber として触れちゃいけない感じの話題なんでね、次行こう。そうなのな、そうなのなじゃないんだよ。そこはルーナわからないのだっていうとこなんだよ、今のは。そうなのな。次、10連ガチャを引いたよ。最高ランクの星5は何個出た？リアルなところ行こうかな。じゃあ10連ガチャ、おい星5、大体こんなもんは出るでしょうというくらいの数字を。同じなの？なんでなの、さっきから一緒なのだけど。え、じゃ似たもの同士なのかもしんない。ま、まじか、まじか。じゃあ回答していきましょう。あなたの〇〇の人数です。結果を見るドン。あなたが欲しいと思う子供の人数。あー、でも合ってるかも。だいたい祭り2か3がいいんだよ。へー、うん、そんなのなんか。ってことはルーナと祭りで子供を産めば、はあ、最高じゃん。あ、じゃあバッチリなのだね。ね、バッチリだね。何しても最高じゃん。あ、お、これは体の相性もいいよきっと。え、何を言ってるのだ、ルーナわからないのだよ。わかんない。じゃあちょっと試そうね、今度会った時ね。食べたいよなら危険なんだな。危険、危険って分かってるじゃん、ルーナ。分かるのらじゃん。なんで分からないの。いやいや、おせんだよ。なんで分からないの。おせんだよお前。じゃあ次行きましょう。